YouTube どうも監督です。皆さんね、年末はね、いかがお過ごしでしょうか。ね、気温もだいぶね寒くなっていますしね、まあバタバタしてるんじゃないかと思いますがね、 YouTube の方をね、皆さんしっかりね、見ていただいてね、よろしくお願いします。で、前回ね、バリバリのね61インパラ撮らせていただいたんですけども、ワイルドウェストデイズさんに、ね、遊びに行かせていただいた時にね撮らせていただいたんで、9月の終わりだったんですけどもね、だいぶ季節感がね、違ったかなっていうね感じがしましたね。まあ、ということでね、今回の動画もチェックイットアウト。最近どう？ゆい散歩してる。どうも、ゆいです。今日はここ名古屋市？いや、瀬戸市。瀬戸市かにちょっと来ておりまして、パラダイスロードさんにね遊びに行かせてもらうことになって、今お店の近くを散策してるんですけど、多分きっとここだよね。きっとここの雰囲気しかない。まあそうですね、この辺なんでないなんじゃないかっていうね。うん、初めてねお邪魔させていただくところなんで、ちょっとねどんな感じなのかなと思うんですけど、なんかでもあれだね、きっと あの辺のお車とかもね。そうですね、きっとね関連あるやつですよ多分。そうですね、そうだね。どういうなのかな。いやでもアメ車っぽいよな。あ、ここですね。ここですね、ここですね。本日はこちらパラダイスロードさんに潜入していきたいと思います。あるんだろうか。そうっす、なんかもう前に前はもうね、怪しいんですよ。ちょっとブラッちょっと見てみます。そうですね、軽く。でこれもだってあれでしょ、ベルエアじゃないですか。多分ベルエアよね、これね。これもなんかフリートラインとかそういうやつじゃない。なにこれ、これカバロじゃない。なにこの、なにこの、あ、これか。わかんない、レーザー出る系。ねえ、なにこれ、もう悪ない。何この車。これ明らか昔ショーカーだったでしょ。ああかもしんないですね。絶対そうだよね。なんか C… あれじゃない、 C10 とかじゃないですか。なんか畑走ってそうなやつでしょ。うん、なんか多分この辺に置いてあるパーツとかもね、すごいですね。多分なんかすごいやつなんでしょうね。これだってあれレースペイントでペイズリーだよ。本当だ、レースだよあれ。すごいね。ねえ、ここだけなんかガラッと雰囲気変わるね。うん、ムーンとかで、ムーン、あれなのかな、横浜のムーンさんと ね、 どうなんね、関連があるんですかね。ちょっと行って、うん、行ってみます。こんにちは。こんにちは。めちゃくちゃ可愛い、なんかめちゃくちゃ可愛い。こんにちは。こんにちは。あ、はじめまして。どうぞ。今日はよろしくお願いします。ちょっと、何遠くないですか。もっと近く行って。あ、ごめんね、ごめんね。すごいね、めっちゃクリスマス、ね、クリスマスになってますね。いつもあれですか、シーズンごとでちょっとやってるんですか。最近やってなかったですけど。あ、ちょっとサボってた。ちょっとサボってた。今年は頑張ってみようかな。めちゃくちゃクリスマスになってますね。昭和の老人のセンスでやってみたら、はい、ちょっと洗練された感じじゃないですけど、アメリカの映画っぽいですね。うん、そうやって言ってもらっていいですけど。シャン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 っていうとこから昭和のおじさんかなみたいな。パラダイスロードさんの社長さん。はい、2人とも。あ、お二人とも社長さんなんですね。そうです、共同系、そうです。ですって。はい、なんで、どっちも従業員で、どっちも社長で。なるほど、はい。それは買っといてもらった方がいいかもしれない。そういうことか。はい、と高校で知り合って、はいはい、でずっと一緒に同い年で、で、うん、始めたんですけど、へー、まあ、僕どっちかっていうといじる方が好きで、はいはい、で彼ももちろん車好きなんですけど、几帳面なんで、はい、事務事とか、あ、しっかりやるじゃないですか。はいはい、で自然に、うん、最初は僕も上の仕入れとかそういうことを結構頑張ってやったり、生役もした手伝ったんですけ ど、うんうん、どう自然にだんだん分かれて、もう完全に生役はショップのスタッフで、僕はガレージスタッフ、はいはいはい、なりましたね。ですって、お二人じゃあいらっしゃるってことですね。そうです、はい、授業員はいません。じゃあお店の方行きます。そうですね、ちょっとじゃあ上の方に。じゃあ、ディーファーストで。すいません、はい、パンツ見えたらごめんなさい。いえいえ、もう見ないように。もう一個後ろに。もう一個後ろに。
か。見えそうで見えそうで見えないライン。見えそうで見えない。いいですか、じゃあ開けちゃって。はい、じゃあオープン。お、すごい下に見えた。うおー、すごい。またガラッと変わって、あ、すいません。彼がショップの、こんにちは、こんにちは、はじめまして。どうもいらっしゃいませ。ちょっと下でね、ご紹介をしようと思ったんですけど、お話を聞いたところ、お二人とも社長さんだと、従業員さん社長さんだということなんで、ちょっとお二人揃った状態でね、紹介させていただきたいなと思って、はい、勝手に上がってきました。ちょっと改めてね、ご紹介させていただきます。下平さんと南舞さん、はい、お二人でパラダイスロードをやられてるということでね、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。何聞く？そうですね、やっぱちょっといろいろ、なんですかね、なんでこういうのを始めたか、そうですね、ちょっと気になります。最初はまあ高校で知り合って、はいはい、で趣味も似てたから遊んでたんですけどね、うんうん、はい、でそのうちフリーマーケットにハマったんですよ、はいはいはい、2人とも、はい、で古い車のバン乗ってて2人、うん、それにこういう集めるもんも同じ趣味で、はい、で集めていらなくなったものとかをフリーマーケットに出すようにしてて、うん、であちこち行ってるうちに、うん、まあなんか売れるじゃんみたいな、うんうんうん、でちょうど同じぐらいの時にこのローライダーっていう文化を知ってですね、はいはい、で見に行きたくなったんですね、本場に、うんうんうん、で見に行く最初はさ、金土日月ぐらいの日程で仕事やってるから、うんはいはいはい、もう行ってローライダーのクルーズだけ見て、うん、飛行機乗って帰ろうよみたいな話してたんだけど、はいはいはい、それがね、うん、まあじゃあ仕事辞めて1ヶ月ぐらい行くかみたいな。すごい、でもめちゃくちゃ仲間を加えて4人でね、はいはい、初渡米、はい、27ぐらいの時に、で1ヶ月ぐらい、うんうん、でその時も仕事2人とも辞めるつもりだったから、うん、辞めたからね、うん、いろいろガラクタを買って、うん、で日本で売ろう、それ売って生計立てようと思って、うんうんうん、仕事辞めてからアメリカ行く前の半年ぐらいの間に、知り合いのやってたこの服屋さんの隣の物置みたいなとこをお店にしていいよって言ったから、家賃2万で借りて、でそこを作って、はい、アメリカから帰ってきたらすぐ店ができるように、うんうん、店って言っても本当おもちゃのガラクタとか、うんうん、そういうもの並べる、はいはい、そうね、ちっちゃいぐらいだ、そう、手広げると壁つくぐらいの幅で、本当にね、小さなスペースで、うん、そうです、で始まったんですよ、そこがもうじゃあ最初の、そうそう、本当スタート地点がそれ、そうそうそう、今は車のこんなパーツなんですけど、うんうんうん、最初は本当に2人とも集めてたこのブリキの自動車のおもちゃとか、はいはいはい、ロボットとかそういうやつが好きで、うんうん、コカ・コーラの看板みたいな、はいはい、そういうのがメインのつもりだったんだけど、うん、初めて行ったそのロサンゼルスであまりにこの車の部品が安いんで、すごい大量にね買って、その当時はまだ全部手で持って帰ってくるんですよ、飛行機で、持って帰ってこれたんですね。そう、初めて行ったその向こうにあるペップボーイズっていうオートバックスみたいなチェーン店があるんですけど、初めて行って興奮して、このショッピングカートアメリカのショッピングカートに3杯ぐらい買って、で店員がね、危ない、ロサンゼルスの真ん中のとこだから危ないんですよ、うんうん、そんなもん全然知らないでしょ、うん、店員が車までついてってやるよっつって、トランク、もうレンタカーのトランク満載で、持って帰ること考えずに、うん、だから意外に半分以上車だったね、車半分だけど、本当にその当時だからもう珍しいっていうかね、ちょっと上なかったからね、そうですね、その後にこのムーンアイズさんのディーラーにさせてもらって、はいはい、また、ディーラーさんなのか、そうですね、何年もで、ムーンアイズのディーラーにしてもらって、はい、で、またそのちょうど世の中も、はい、そのあれ店オープンした年が1回目のムーンのショーなんだよね、そう1回目のムーンの東京の池場場でやったムーンの1回目のショーで、うんうんうん、時代がちょうどそういう時代だったんですよ、それまではこのなんていうのかな、まあ、ネットもない時代だから、うんうんうん、全国に分散していたんだけど、うん、それが
まとまらないですよね、情報が。そうですよね、うん、それがムアイズっていうのが初めてこのアメ車のとかトラックとかワーゲンとかのイベントを東京でやることによって全国のそういう人が集まってカルチャーが始まったっていう感じですね。ちょうどその時の運のショーのその月だよね、オープンしたの、うん、3月に2日にオープンしてうちたち、はいはい、で3月の終わりが確かムーンのショーがあって、そうですもんね。だからちょうどタイミング良かったんですよ、うん、で持ってるものは珍しいし、うん、でちょっとローライダーっていうことも仕入れてきたじゃないですか、うん、文化のこう空気を、うん、だから割とよそよりも先にローライダーみたいなこうカークラブみたいなのをなんとなくみたいなのが作ってて、それで余計注目してもらって、翌年の2年目にはもうみんなハイドロついたアメ車に乗ってて、だから1回目の時は東京の人が1台だけ来たんですよ、はいはい、それは噂で知ってて、うん、それがそれだけが日本で見たローライダーで、うん、あとは誰もそんないなかったんですけど、2回目の時はもうこっちは8台か9台ローライダーで行って、余計注目されて、だからこうみんな車の後ろにこの真鍮のこのカークラブ、うん、ああいうのも日本にはその知らないんですよね、日本の人は何なのか、それ向こうで見てきて、なんだかわけわかんないんだけどカークラブのプレートなんだっつって、こっちのこの工作やってる人に切り出して作ってもらってつけてたから、そういうのをつけてたのも多分他にいなかったから余計目立って、じゃプラークの始まりすごいっす、日本だよ、これがこれなんですけどね、だからあのよく雑誌になんか日本最古のカークラブとかそういうこと言われるのは、本当はもっと前にそのラッツ&スターの山崎くんとかが僕らより先にハイドロも入れてるしローライダーも知ってたんだけど、世にはこうまとまって出ないから分かんないですよね、やっぱドーンって出てきたのが数台まとまって、そうそう、カークラブみたいな感じでドーンって出たから余計目立って、でチヤホヤしてもらってそんな感じで、でもそうなるとそれは27年前とか、いや今年で35周年なんですよ、このカークラブ、はいはいはい、87年だから32年前かな、8年まだ昭和あ昭和どころじゃないでしょうと、1987年なんで、はい、が1回目のムーンのショーで、そう、僕らクラブは85年からやってて、87年にそのショーでちょっとすごい人がいますよね、います、すごい人たちと、すごい人たちと同じ空気吸ってるじゃないですか、もう本当東京のローライダーの人たちの方がよっぽどすごいんですけど、ただ年数だけでいつも、まあ、やっぱりだから取り上げてくれるんで申し訳ないなと思って、ムアイズにもすごい良くしてもらってるから、そうなんだ、そう、はい、こう部品もすごいあるでしょ、そうですね、これもこの32、3年分の不良在庫が積もり積もり、不良在庫不良在庫ですよ、不良在庫だって僕らはもう60なんですけど、死ぬまでの年齢考えたらこれは多分さばけないですよ、普通に売ってたらね後継ぎもいるわけじゃないですし、うんうんうん、なかなか下もね、ショーケースの中に ね、チェーン製が、チェーン製がすごいね、今まで見た中で一番集める趣味があるから、そうだよね、コレクションとして置いちゃうっていう、でしかもさ、売るタイミングを逃したからさ、うん、もったいつけてて、はいはい、誰も買わないですよ、もう今確かに逆にすか、こんだけネットが発達するとさ、うん、みんなアメリカから買えるじゃない、そうですよね、だから前ほどチェーンステアリングに憧れがないですよね、うん、みんな、うん、あれじゃないですか、チェンステも普通のこの組とクロスになってるのとか知ってますね、ツイスト、私クロスの方持ってるんですよ、ツイスト、ツイストね、そう、ツイストレアですよ、いつからその車とかをそのやり始めたんですか、車はもうやっぱり18で免許取って、まあ暴走族みたいな車ね、車が乗り始めてからずっとですよね、はいはいはい、それからちょっとおしゃれなミニクーパー行って、うんうんうん、一緒なんですよ、最初スカイライン乗って俺、はい、ケンメリーっていう、うん、でケンメリーで、はいはいはい、でその次ミニクーパー行ったのかな俺、うんうん、でミニクーパーで、うん、でその次がフェアレディの昔のねオープンカーがあるんですよ、ダットさんの、はいはいはい、フェアレディの SR、うん、それを俺映ったら彼もなんかイギリスのジャンセンとかにオープンカーを、うん、そんな感じでずっと車は、ただアメ車はそんなに好きだったけど、うんうん、自分たちが乗る車じゃなかったよね、高いしまだ、うんうん、ディーラーのモンテカルロとかでも その時代はそういう人が乗る車で、うん、いわゆる本ちゃんの人とか、へー、ましてそんな文化ないし、だからキャデラックとかそういうのはもう見る車ですね、博物館、だからファロースも最初始まった時は、うん、みんなそのグロリアの古いやつだとか、はい、セドリックとかクラウンとかの古いので、はいはい、アメ車に乗りたい憧れをこうごまかして始めたんですよね、
ちょっとこう風じゃないですけど、だけど情報が入ってきて、うんうん、車もなんとなく買える値段に来られたタイミングがあって、うんうん、みんなアメ車に行こう。貴重なお話を聞きましたね。そうですか。私はつい最近あの本紙面で見てたわけですから、あ、そうですか、そう、あのワンローさんのね紙面で、はい、そう、はい、カークラブさんを取り上げてたの見てて、長いんだねって思いながら見てて、長いんだねって思って見てて、まあ、実際わかんないじゃないですか、いつからローライダーの文化が、まあ、ね、そう、日本に入ってきたのかも、ちょうど正直わからない。85年6年とかですよ、みんな、うんうんうん、みんなが知り出したのがポチポチと。それまで多分ローライダーっていう言葉もなかったと思うんですよ、うん、日本の中に。ありがとうございます。こちらこそすいません、ありがとうございます。売れる前に取材してもらって、いやゆっくり見てってください。そうですね、はい、じゃあちょっとね、お店の中、そうですね、とりあえずまあ2階のね、はい、作家のちょっと紹介というか、はい、まあ、見させていただこうかなと思います。名前さんにしてもらって、はい、はい、お願いします。これすごいよね、かわいいよね、絵もそうだし、そう、これ入り口なんですけどね、2階のこっちはもう主にね、ショップさんですね、アパレルだったりグッズ部品とかね、これ全部あれか、だからショーのあれなんじゃないですか、だと思う。ホットロットカスタムショー2000年とかかな。うん、そうだね、2000年。うん、アワードの盾なのかな、ベストオブカスタムとか。本当だ、カスタム。こっちもかっこいいっすね、盾が。クールクルーザー、へぇー、へぇ、うん、この絵とかさ売ってるじゃない、ね、まあ、いっぱいありますよ。やっぱり入って一番気になるのはここですよね。そうですね。このすごい謎のパーツがいっぱいありますよ。カイドレーサーに使わないか。まあまあまあ、いけんじゃないですか。いけますかね。はい、いけると思いますよ。これよ、これこれ、ツイスト。あ、これか。ここに輪っかがねじれてるのがツイストで、これがほら、通常ですよ。そうそうそう。この形見たことないかもしれないですね。私持ってんのあれなの。へぇー。はぇー。結構ここはさ、きっと掘り出し物があるんじゃないですかね。ねえ、下手したらね、なんかいろいろ売ってそうっすよね、うん。と思いますけど。なんかインパラのテールランプとか。5354ポンティアックのテールとかありますね。古くないですか。あ、ほんとだ、かわいいな。これあれなんですか、オリジナルで作ってるんですか、ね、パラダイスロードさんのあれだね、周年の T シャツとかになってるから。あ、ほんとだ、オリジナルみたいですよ。こっちもなんかありますよ、いっぱいいっぱいあります。こっちはなんかガチの車の、うん、あれですね、誰のエアクリかなとか、あ、ミラーとかドアミラーとかも。ほんとだ、うわ、ほんとだ、めっちゃ売ってる。わかん、なんかよくわかんないもんだって、ベルみたいな。あそこの部分なんなの、なんだろうな、あれエアクリだって。へぇ、あ、あ、ほら、手裏剣。あ、ほんとだ、手裏剣売ってる。初めて見た、売ってんの。売ってる、手裏剣初めて見た。手裏剣じゃねえんだけど。へぇ、4800円です、ね、はい、そんなにびっくりするくらい高くな い, っていう。そう、あ、そんなもんなんですねってなった。ここもあれだね、どれ、 LA タイヤ。あ、これこれだってなんかいろんな色あるよ ね紫、黒、黒、白。あ、でもこの色かわいいじゃん、ほら。え、ほんとだ、これいいな、かわいいよ。もう、いっぱいあるじゃないですか、オイルキャップ。オイルキャップじゃねえ、あのバルブの、バルブキャップ。あ、すげえいっぱいある。なにこれ、え、なんだっけ、なんかのあの、なんだっけ、これなんかの人形さん、なんかの、なんだっけ、なんだっけ、この、この人たち、何のやつに出てくる人たちだっけ。ホーミース。そうそう、ホーミース、100円。そう、100円、1人100円で売ってます。いっぱいあるよ、いっぱいくるくる売ってます。いっぱいあるよ、ドアとか窓とかの。こういうパーツってネットとかで売ってるんですか。いや、連絡もらってこういうのありますかっていうのがね、多いです。はいはいはい、あるよ絶対。いいさ、いっぱいありますよこれ。あ、本当だ、フレーム。フレーム結構あれじゃないですか、これ重要じゃないですか。重要じゃないですか。あれもあるんじゃないですか、あの真ん中のやつ、プレート、プレート、キャリフォルニアのやつ。ルルック、ラッドフィンク。おー、ハンドル、ハンドルがすごい。うん、
ハンドル、ステーリングいっぱいある。ブレットっぽいブレットっぽいのとか、売り物で出てるね。このオイルキャップとかすごい、なんだろうな、これシャキンシャキンっていうマークなんだったら、カークラブのお洋服がいちいちみんな可愛いね。ノックオフあるんですか。ん？ノックオフ。そうなんですよ、ノックオフあるんですよ。オクタゴンからノックオフに変えたい私。え、なんだろう、このセントウムシみたいなやつ、足がピューピューしてます。え、はい、揺れで、揺れで足がピューピューしてます。本当だ、なんですかね、これは。なんだろう、あ、見て。一回ガレージの親父に聞いてください。ああ、この辺はあれなんだね、しもさんの管轄なのかな。ですかね、この辺いっぱい、じゃあ、あれ、あれですよ、なんかネックレスとか、なんか中の小物とかおもちゃもみんなね、値段貼られてるから、うん、いやでもこのケースだね、ケースがしもさんの管轄ですね、うん、かもしれない、うん、そうです、そうです。一回ガレージの親父に聞いてください。入れ物はしもさんに聞いてください。なるほど、はい。ホットウィールとかあるけど、いつの？いや、なんか古そうっすね。ピンクパッションとパッションとパッション。本当だ、パッション。あとスチールパッション。みんなパッションです。情熱？なんかいっぱいあるね。見たことなくない？ないっすね。こんなにあんの？まあ、こういうのもあれっすよね。ほら、もうその当時では普通にあるからみんな残してないんじゃないですか、うん、そうだよね、おもちゃとしてさ、どっか、うん、そう、しもさん、うん、しもさんいるし、あ、ほんとだ、ワンちゃんいるし、かっこいいな、なんか、うん、いいね、まあ、歴史がね、うん、ありますからね。じゃあちょっと下、うん、行ってみます。行きましょう。じゃあ、今日マジ覗いて一番やっぱさ、まあそうですね、目を引いたのはね、このクリスマスになってるとこですよ。怖い怖い、チェンスでいっぱい、すごいすごいぞ。椅子じゃないですね。なんか好きなもん上に乗っけたらもうおとろとなるっていう、その発想がさ、発想の転換で、鼻水で育った今。T 型フォードがあれになっちゃうんですか。確かにね、これ売り物なんですか。やっぱいや、もう全部売り物の敷地にあるもん。なんか極端な話、見てて何が何だか分からんけどいっぱいある。そうそうそう。どうにとる。